こんばんは、あなたの出番です。ナビゲーターの平野恵子です。この番組は、リンゴ地域の方に登場していただき、ゲストコメンテーターの小林文明さんを交えて、テーマに沿ってディスカッションをしていきます。ゲストコメンテーター、小林文明さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このシリーズでお届けするのは、今日が最終回。そうですね。年明けには、小林文明のあなたの出番ですが、また戻ると、そうですね、はい、始まりますので、はい、ご期待いただければと思いますが、よろしくお願いします。さて、本当に年末、そうですね、大晦日です ね、こんな時間にも聞いてくださっている方に心から感謝です。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、今年の3大ニュースいってみましょうか。はい。まず国内では、国内では何でしょうね、これね。いろんなことありましたけどね。本当ですね。そうですね、まあでも政治的に言うとですね、はい、まあやっぱり漁業法の改正じゃないですかね。ご自分が手掛けたというのね、はい、70年ぶりに日本の海の景色が変わっていくという、はい、ね、すごいことですよね。これは結構すごいことですね、はい、まあ、あの日本中の、まあ、漁業が衰退しているというのが問題だったわけで、うん、ここ50年ぐらいですね、まあ、日本の漁業ってのはもう3分の1ぐらいまで、はい、あの漁獲高も低下してるんですけど、まあ、世界は2倍3倍に実は増えていると、こういうことで、まあ、これをしっかり取り戻せればですね、はい、今回の法改正で全国の浜の暮らしが元気になっていくとです、ね、いうことなんで、これはまあ地域も元気になっていくということですから、はい、まあ、とってもあのいいことにあのできる大きな転換じゃないかなと思ってますけど、はい、そしてはい、そして世界のニュースに行くと、はい、まあこれもいろいろありましたけども、うん、やっぱり一番直近で、かつこれからもずっと続くという意味では、あの中国のファーウェイとか、はい、あの ZTE というですね、はい、通信機器メーカーの、まあ、通信機器、特にあの携帯の電波を受ける基地局の中に入っている通信機器を、まあ、日本、オーストラリア、アメリカ等々ですね、こういう国々がもう採用しないということを発表しました、うん、はい、これはとっても大きくてですね、あの特定の国を排除するというよりは、そのセキュリティのリスクがあるものは、まあ、受け入れないということで、うん、その結果今回そのファーウェイとか ZTE が引っかかるんじゃないかということで、はい、使わないということを発表したんですけども、もちろんこれはあのリスクがあるかどうかということで、インターネットテクノロジーがどんどん進展をしてきて、そういうところまで配慮をしなきゃいけなくなったっていうことももちろんあるんですけど、はい、一方でやっぱりそういうものをですね、全国展開、世界展開するときに信頼できる国であるかどうかっていうことが見られる時代に実はなってきたっていうことになります。国交、はい、にも関わりますか。いや、まさにそうなんですね。なのでこれは実はそのまあ経済的な影響大きいので、なるべく優しくした方がいいんじゃないのっていう方もいらっしゃるんですけど、まあ、確かに私もですね、携帯好きとしてはいろんな携帯使いたいなと思う。でサラリーマンもやってましたから、まあ、経済の影響も抑えたいなと思うんですが、でも何より日本に住まう国民の皆さんもですね、はい、例えば情報が抜かれてしまうっていうことがあってるんじゃ、これは絶対許されないし、はい、場合によってはあの北海道の地震の時に電源がブラックアウトしましたけども、はい、ああいう形で意図的に日本中の通信をダウンさせることができるというふうになると、これは問題になるわけですね、はい、でこれはそのメーカーの機器にですね、問題があるかどうかっていうのを今チェックしているところで、これもどうなるかっていうことなんですが、一方で中国自身に国家情報法っていうのがあって、はい、国が求めるとその中国系の企業は情報を国に渡さなきゃいけないっていう法律があるんですね。でこっちの方が実は危なくて、だからここがある限りはちょっと難しいんじゃないかなと。でこれはですね、今回のファーウェイとか ZTE だけの話ではもうなくなってですね、はい、もうこのテクノロジーが進展する中で、もう中国っていう国と、まあ、アメリカがですね、新しいテクノロジーに関する冷戦を始めたというふうにもう認識をして、おそらく 2,30 年ぐらい、はい、こういう緊張感続くと思います。だそういうのを前提に私たちも、まあ、特にビジネスやれる方はですね、ビジネスをやっていく必要が出てきますので、まあ、しっかりなるべくこうデメリットが少ないような形で私たちケアをしていきますけれども、まあ、一方でそういう問題もあるということですね、緊張感を持ってやりたいというのがこの世界のニュースとしては大きいんじゃないですかね。なんかあの日本が一歩前に前進みたいな感じですよね。今までとちょっと違うなっていうイメージがあったんですけれども。そうですね、はい、ではぜは火ですよね、はい、なのでまあ世界のモードが少し変わったということだと思います、うん、まあ、それをいかにチャンスに変えるかということですね、うん、とても重要で、はい、
はい、あります、ね、頑張ります、はい、さあラストは個人的に、はい、そうですね、何ですかね、これもプライベートでは、プライベートではまあでももうもはや仕事とプライベートもうすでに一体化してるんでまあでも個人的にやっぱり一番嬉しかったのは、あの芦田川の河川敷のですね整備が、あの起工が始まったというのは本当に大きかったなと思っていて、はい、まあもう実はちょうど当選からですね、12月16日が、当時6年前ですね、はい、初めて当選した日なんですよ、なのでまあもう6年が経過して、まあ、6年半前この地元に戻ってきてですね、みんなで自分たちで自分たちの街作れるようにしたいよねっていう思いで、芦田川の河川敷に芦勝部という市民団体作ってやってきて、それがまあ形になったっていうのは、まあ、本当に思い出深いですし、まあ、これからも一生思うことだなと思ったので、ありがたいですね、官民一体というね、そうですね、理想で掲げていらっしゃいましたけど形になりました、そうですね、それに関わったみんながまた別のプロジェクトをですね、はい、それぞれに動かし始めるっていうことで、やっぱりそれが一番の目的だったっていうのはとっても大きいですね、はい、今年はなんか成果がたくさんありましたね、そうですね、本当おかげさまで、あの皆さんが応援していただいているおかげでですね、まあ、政務官としてもあのしっかり仕事ができましたし、やっぱり地元のこともですね、お互いに信頼関係あるからいろんな話の調整ができるっていうのもあるので、まあ、本当に応援いただいているおかげです、いや、あの日本では今年の1年の漢字を、ね、一言でって言った際、災害の際でしたけれども、はい、小林さんの場合には性ですね、成立の性、あ、成立の性ですかなるって感じですよ、なるほど、ではあの、今年もあれだったんですよね、文字は結果のケツだったね、そうケツですね、じゃあ結びだから結びだったんですよ、はい、なので有言実行でした、有言実行で、まあ、人と人を結ぶっていうことを、うん、物事のやっぱり結果を出すということ、はい、そして今年は12月31日を、はい、一年を結ぶということで、はい、整いました、整いました、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ではこの辺りで、はい、あなたの出番ですはパソコン、スマートフォン、タブレットでもお聞きいただけます。FM 福山レディオビンゴのホームページからどうぞ。この番組は興和物産金曽22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜の主役は街中情報室ゼッピ、そしてコミュニティハウスアンブレラゼネラルマネージャーの桑田恵子さんです。桑田さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。ゲストコメンテーターの小林文明さんと一緒にお話を伺います。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。さあ、この度は福山商工会議所女性会創立50周年記念事業福山輝く女性大賞で最優秀賞を受賞されました。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、すごいですね、ありがとうございます。しかもなんか嬉しいです、桑田さんが受賞してそうなんです、はい、そういう方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、ね、そうなんですかね、ありがとうございます、ね、表彰式も先月行われましたけれども、はいはい、あのいかがですか、ご自身ではですね、どんなところがこう評価されたんだな、認められたんだなっていうふうにお感じでしょうか。ちょっと感想。そうですね、まあ、何しろもうびっくりっていうのがもう感想なんですけれども、うん、10年近くコミュニティ作りっていうところでこう歩いてきたんですけど、そのコツコツと歩いてきたところ、仲間と一緒にそういうところが評価されたといいますか、まあ見てくださったのかな、そんな風に感じております。もう本当に申し訳ないぐらいありがたくって、もうびっくりがもういっぱいです。あのじゃあ今回はその桑田さんが最優秀賞を受賞されたということですけれども、はい、桑田さんを支えられたまた仲間の方々全員で受賞されたっていう、そんな感じなんですね。そうなんですね、本当にあの仲間を代表して私が表彰式に、はい、あの出させていただいたっていうところがそうだと思いますね、はい。まあ、米地作りの真髄じゃないですかね、小林さん、ね、本当に。これがでもすごいのはやっぱり桑田さんの周りっていつもこう人が集まってきてるっていう感じがあるんですよね。あの危なっかしいのでなんとか、はい、あの支えてやらないと
こけてしまうぞっていうところがあるのかもしれませんね。まあ、そういう意味では全部一人でやろうとしないっていうことですかね。もちろんできないことの方が多いので、ええ、できるだけいろんなことをみんなにちょっとずつ分け合って、うん、成功体験っていうんですかね、はい、経験してもらえたらなっていうのが私なんですね。そういうことですね。だからみんなで成功体験をちょっとずつ経験してもらって、はい、みんなに前向きになってもらうっていう。そうですよね。やってると、はい、これまあ頑張ろうと思う人ほどですね、うん、やっぱり自分で頑張りすぎちゃうところってあるじゃないですか、はいはいはい、そういうのをこううまく周りと佐藤さんみたいにこうシェアする工夫っていうのはどういうところから始めたらできるんですか。そうですね、まずは自分の経験から以前は自分が何でもこうやりたがってて失敗してしまったんですね。倒れてしまった経験があります。あ、そうですか。はい、なのでみんなの協力をもらえるようにするには何が大切なのかなっていうところから始まりました、はい、今何が大切なのかなっていうのが信頼関係を作ること、はい、で信頼関係を作るっていうのがまずは相手の良いところを、うん、見させていただいて良いところを引き伸ばすような感じのコミュニケーションをするようにして、うん、そうするとだんだん相手も信頼してくれて、はい、一緒にやっていけるようになるのかなって思います。なるほど、深いですね。深いですか。それはもうなんかみんな習いたいことですね。社会人でもそうだし、地域でもそうだし、家族でも実はそうかもしれないですよね。もう本当に家族から地域から学校から、うん、いろんなところにもそのことが言えるんじゃないかなって思ってます。なるほど、すごい。でもそんなこう巻き込みながらやる力があるからこうできたんだと思うんですけど、街中情報室絶壁ですね、はいはいはい、まあ、これまだ知らない方もいらっしゃるかもしれないんで、はい、どんな場所なのかっていうからまず教えていただいていいですか。はい、本通り商店街、福山本通り商店街の南側にあるんですけれども、あなたも600円からオーナーになれますよっていうキャッチフレーズで、はい、小さな四角いボックス45センチ四方のボックスをレンタルしております、はい、そこで会員になっていただいて、会員になるとあなたもオーナーなの、うん、でオーナーになっていただいて一緒に運営をしていきます、はい、っていうところが街中情報室絶壁っていうところなんです。なるほど。じゃあ自分が情報発信したいものを その箱にこう提供できると。そう、ギュッギュッと詰めていただく。ギュッと詰めて、はい、それはなんか売りたいものでもいいし、うん、情報でもいいし、イベントの情報でもいいし、はいはい、趣味の集めたものでもいいし、はい、手作り品でもよろしいですよ。すごいですね。それ結構今もいっぱいなんですか。はい、おかげさまで、今が170名ほどのオーナーさんになっております。場所もスペースがもういっぱいになっておりまして、空きを待っていただいている状態でございます。すごいですよね。時々お邪魔しますけど、はい、もう常になんかいろんなものが、はい、あれ、ね、見てるだけで楽しいですね。おもちゃ箱じゃないですけれども、なんかひっくり返したみたいで、はい、うん、私ども毎日行くんですけど、やっぱり毎日新しい発見があって、はい、新しいものの発見と新しい人の発見とワクワクします。いいですね。しかしこれは始めようと思ったきっかけ何だったんですか。やはり街中を元気にするための活性化事業の中の一つです。本通り商店街が手掛けました。イベントとしてやったんですけれども、まあ、一応3ヶ月で終わりっていうことで、お話を聞いております。で、3ヶ月で終わるのはちょっともったいないんじゃないのっていうことで、まあ、よければやりましょうかって言って出しゃばりの桑田が出てしまって運営を引き継ぐことになりました。最初はそのボックスへの出店者として行ったのがきっかけだったんですね。そうですよね。私も何か面白そうなお店があるので、はい、出店できたらいいなと思って手作り石鹸を持っていきました。へえ、はい、でそこからもう自分が運営者になると。はい、はい、そうですね。そうすると、うん、いろんな
こう課題とか見えてきたんですね。もうちょっとこうしたらもっといいんじゃないかなっていうことがいろいろ出てきましたので、そこでこうシステムを考えたんですね、はい、このシステムがちょっと面白かったんです。どんな仕組みなんですか。はい、まずは、オーナーになっていただいたら、2ヶ月に一度3時間のお手伝いをしていただくっていうことと、それからもう一つには、毎日日替わりで店長が変わっていきますっていうマネージャー制度、最初のうちは随分反対されたんですけど、人って誰かにこうなんて言うんですかね、頼られるって言いますかね、お願いされる、頼られるとなんかこうやる気になりますよね。そうですね。そう、私でもこう誰かのお役に立ってるっていうところの喜びを一緒に共有できたらいいなと思って、ちょっとそれを強引に持っていったんですけれども、結果それが皆さんとっても喜んでくださって、すごいあれですよね、人の気持ちに寄り添った仕組みですね。はい、なんかこう、店長よって言われるとあ頑張んなきゃって感じだし、2、3ヶ月に1回手伝ってって言われると、なんか自分のお店のような感覚がしてきて、三角感が出てくる。そうですよね。そこで皆さんが自分自身のお店を自分自身で作っていけるっていう、この喜びをみんなに味わってほしかったんですね、しかもね、自分が店長の時はちょっとその友達来てとかっていう。そうなんです、そうなんです。そうなりますよね、はい、今日は誰々さん来てるとかね、いろんな声が聞けるようになりました。すごいですね。今ではたくさんファンがいらしてくださいます。そっから今度はアンブレラというコミュニティハウスを、はい、そうなんですね、コミュニティハウスアンブレラ、やはりここもコミュニティっていうところを主体に置いているんですけれども、ちょっと若い人をターゲットにできたらいいなっていうふうに思いました。で、空き店舗がやはりありましたので、これを見に行った時にもう即決ですね、どう思いますって言われて、もうやりましょうっていうのがもう一言でした。いやでも確かに素敵な建物ですよね。ですよね、はい、とっても面白い空間で、ね、改装中も時々お邪魔しましたけど。そうですよね、はい、来ていただきましてありがとうございます。勝手な私のアイデアまで取り入れていただいて、はい、そうなんです。壁もぶち抜いてもらって2階をですね、ここぶち抜いたらどうなのっていうのが押し入れだったんです。その押し入れをね、ぶち抜きまして、今はそこに照明をつけて、通路にして、ちょっと広がった空間ができております。ね、とってもいい空間になりました、ね。いや、取り入れていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ね、時々お昼食べに行くんですけど、はい、いやもう素敵な場所で。実は今これ言っていいのかあれですけど、枝広市長の最初に選挙に出る時の、メッセージビデオは、あそこで撮らせていただいて、ね、そうだったんですね。アンブレラで撮らせてもらいました。そうだったですね。やっぱり町の中心で一番こう人の集まる場所でっていうところにこう市長がそこから旅立つっていうのはいいかなと思ってですね、はいはい、今でも時々お声掛けをいただいて、はい、散歩されるときに頑張ってますねっていう声をね、いただくんですけれども、いいですね、素敵です。そういうふうなコミュニティのスペースを、そして人と人とのつながりをされてきた、はい、神田さんがこの度の輝く女性最優秀賞に、ね、選ばれたということで、これはもう皆さん納得というふうに思っていらっしゃると思います。また来年にかけての試みなどは、ではこの後お伺いすることにいたしまして、はい、ここで神田さんのリクエスト曲をお届けしようと思います。Dreams Come True がお好きということなので、この曲いかがでしょうか。晴れ女の桑田さんにぴったり、晴れたらいいねをどうぞ。さあ、ここからは今夜の主役、街中情報室絶比、そしてコミュニティハウスアンブレラゼネラルマネージャーの桑田恵子さんと、ゲストコメンテーター小林文明さんに、街づくりは人づくりからについてディスカッションをしていただきます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、まあ、2つの拠点が、はい、まあ、出来上がってきて、はい、でそこからまあ人も育ってきてという状態だと思うんですけど、はいはい、これ拠点をセンターにしながら、今度はこう、はい、マルシェっていうのを展開してますね、はい、これはどういうものをやってるんですか。教えてもらっていいですか。今マルシェとしてはパンのマルシェと
それからロハスのマルシェ、アンティークマルシェ、マルシェのマルシェ、それからワイン祭り、はい、それから、クリーニングデーっていう、うん、授業をしております。はい、もうだいぶ人通りも多くなりますね、うん、あれやると一気に。そうなんですよね、大人気。もう申し訳なくって、はい、あまりにもすぐ完売してしまって、うん、マルシェの、パンのマルシェなんか特にそう、ね、早いですよね。いつもお叱りを受けておりますもっと用意してくれ。そうで、書店者さんの皆さん寝ずに作ってきてくださるんですけど、ええ、やっぱり毎回なくなってしまう。もう少し出店者さんをこう増やしていけるような取り組みをしていかないといけないかな、そんなふうに思ってるんですけれど。そうですね、かつ商店街がこう広がっていくといいですね。そうですよね、エリアがどん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 ね、はい、今4つの商店街のお話しても大丈夫ですかね。一つ本当に商店街だけではなかなか発信力っていうところももったいない。で、近隣の4つの商店街にお声掛けさせていただいて、一緒になんか発信をしていきませんかっていうふうに持ちかけたんですね、うん、でそこでまあ、マルシェはもちろんなんですけれども、新聞を作ったり、はい、イベントを一緒にしたりっていうので、ちょっとだけドーナツみたいな感じの、こう輪を作っていけたらいいなって思っているんですね、はい、いいですよね。こうどんどんこう広がっていく。そうですね、ドーナツの実が、どんどん膨らんでいくっていうところが、っていう感じ、面白いかなと思ってるんですけど。そうですよね、特にワインだったら霞町にもね素敵なお店もあってと。そうなんですね、よく皆さんにも、せっかく霞町に福山にいいワイン工房ができているので、うん、なんか一緒にやれたらいいですよねっていう声をたくさんいただきましたので、うん、昨日5月頃にはなんとかワイン工房さんと一緒にワインの祭りがなんかができたらいいなって思っております。いいですね、はい、いやこれも楽しみにしていただけたらいいかなって思ってます。まあ、とはいえこうできたらいいねっていう人ってたくさんいるんですけど、本当にそれをつなぐのが結構大変なんですけど、まあ、それをちゃんとスッと動くのが桑田さんのすごいところですから、もう楽しみにして。はい、体は重いんですけど、いやいや、そう、口は軽いのでさすがです。でもこの福山マルシェのマルシェ、はい、4商店街巻き込んだマルシェ、はい、来年はまた3月にやるんですよね。はい、3月21日春分の日に、4つの商店街で、パンのマルシェ、ロハスのマルシェ、アンティーク、文化のマルシェ、グリーンのマルシェっていうふうに手をつないで、やっていきたいと思っております。もう売り切れ必至ですから。そうですね、早めに行った方がいいかもしれないですね。そうですね、だいぶね認知されてきましたので、はい、人通りも多くなってまいりました。はい、ぜひじゃあ来年の3月21日はまだ大体10時半ぐらいからスタートですね。そうですね、はい、じゃあ早めに行った方が、ぜひ個人的にもおすすめですけど、はい、お待ちしております。でもそういうものがこうどんどんできるのもやっぱりこう人がいい人たちがこう集まってきて、自分たちでどんどんやろうっていう雰囲気があるからできるんじゃないかなと私見てるんですけど。はい、もう本当その小林さんのおっしゃる通りで、人なくしては何もできませんよね。もちろん私一人ではできませんし、周りにたくさん助けてやろうっていう人が現れてきてくださってますよね、うん、この人づくりがこううまく今ちょっと行きかけてるというか盛り上がってきてるのは何かきっかけあったんですかね、うん、一つには年に1回程度 1,2 回程度だったんですけれども、街中情報室ゼッピとか、それからアングレラとか、その、一緒にやってるシェアハウスの人たちとか、そういう方たちとリーダー研修、はい、っていうのをやっております、うん、でこれからもそれは続けて継続してやっていけたらいいなっていうふうに思っています。あ、それいいですね、はい、これリーダー研修行きたいと思ったらどこからその日程って分かるんですか。はい、我々のアンブレラの方に告知をしますので、はい、Facebook 等で、はいはい、見ていくと、はい、他の方もぜひ一緒に家庭でも役立ちますので。なるほど、はい、そうですね、はい、お越しくださればいいなと思います。最後なんかせっかくなんで皆さんにアドバイスしてもらえたらなと思うのは、なんかこうアドバイス
なんかまあ街づくりはやっぱり、うん、まあ、最後は人じゃないとダメだということなんですけど、はい、一方で街を作ろうとすると、まあ、行政とのやり取りっていうのがあるじゃないですか、はいはい、こことのこう関係性、はい、どう考えていったらいいのかっていうのを今小田さんどう思ってらっしゃるか。あ、私はですね、行政に一からこう期待したり望んだりお願いしたりするんではなくて、まずは私たちが動いてみて、いろんなところでぶつかったり悩んだりしながらやっていくうちに、行政の方もあ、この部分だったら行政も助けてあげられるよっていう関係になってくるんだと思うんですね、うん、何から何まで行政任せ、行政に批判するばかりじゃなくって、まずは私たちが動いてみようよっていうところが、アドバイスじゃないですよ、アドバイスじゃないですけど、私の思ってるってことです。はい、そんなことかなって思います。確かに、でも本当その通りだなと思うのは、インフラのですね、道路とかああいうのはもちろん行政が全部ちゃんとやるっていうのがあると思うんですけど、その上のまあコンテンツというか、こういう楽しいこと、はいはい、新しいことっていうのをゼロから1は、実は行政ってリスクがとっても取るの苦手なので、民間がゼロから1をやったやつを1をこう5にしたり、うん、10にする応援は行政はとっても得意ですからね。そういう関係性ができるといいですね。はい、とてもいい関係でやっていけるんじゃないかなって思います、はい、でも本当福山市の職員さんも巻き込んで、はい、みんなで楽しくやってるから。そうですよね、みんな協力してくれますよ ね、 とってもいい雰囲気、新しい街の作り方をこう今示していただいてると思うんで、ありがとうございます。ぜひこれからも頑張っていただいて、はい、よろしくお願いします。こちらこそ本当にありがとうございます。ありがとうございました。今夜はありがとうございました。今夜の主役は街中情報室絶品コミュニティハウスアンブレラゼネラルマネージャー桑田恵子さん、そしてゲストコメンテーターは小林文明さんでした。ナビゲーター平野恵子でお送りしました。あなたの出番です。次の主役はあなたの番かも。それでは皆様、良いお年を。良いお年を。良いお年を。ありがとうございました。次回からは小林文明のあなたの出番ですをお送りします。この番組は、興和物産、タネソ22の提供でお送りしました。